美濃同盟の成立により織田家と斎藤家のつながりはより一層強固さを増したかのように見えた。しかし道山はさらに信長の器を推し量るべく濃姫に信長暗殺の密命を与える。後日濃姫より暗殺失敗の報告を受けた道山は信長の器を改めて評価、美濃の後継者に指名した。道山の突然の決断に斎藤家中は大きく揺れる。その家中である大きな火種が爆発の時を迎えていた。長良川の戦い。道山様、信長殿に美濃を譲るというのは誠ですか？吉田様がいながら一体なぜ？姫様が信長殿の暗殺を試み仕損じたとも聞きました。もしやそのことも関係して？邪推するでない。宇津家殿には時代を担う大器があり、吉達にはなかった。ただそれのみよ。器ですか？うむ、わしは奴の器に美濃の繁栄を託す。それこそが老いたるわしに残された数少ない。で、伝令！吉田様、挙兵！多数の兵を連れこの鷺山城に迫っております。やはり避けられぬ定めであるか。行くぞ光秀、支度せよ。道山様。はい、直ちに。使命を果たす。多勢にて鷺山城を包囲されたが、吉田様の並ならぬ恨みが伝わるようだ。あれはまさか織田の援軍か？合流できれば勝機を見出せるかもしれない。道山に組する将どもめ、一人残らずほふってくれるわ。道山様、必ずお救いいたします。今しばらくご辛抱。俺たちは先を急ぐ。立ちふさがるなら容赦はせん。片付いたか。急ぎ信長殿の元へ向かおう。開門。崖上に弓兵が見える。このまま進めば格好の的となろう。かの砦、何やら不穏な気配を感じるが、ここは奇戦を制するべきか。内陣！行くせる。目の全てで俺の力の礎となれ。引かせていただこう。おお、感服つかまつったり。光秀、生きていたか。やはりお前は親父殿に味方したのだな。
信長殿、こたびの加勢深く感謝する。道山様が気がかりだ。急ぎ鷺山城に戻ろう。ただいまお救いいたします。おいを打ち崩し鷺山城へと突入する。猛力しかな親父、ミノは俺に任せて安らかにくたばれ。この大バカ者が。うつけ殿、ミノの未来はお主に。討ち死に。道山様、あと一歩間に合わなかったか。討ち死に。俺の力の礎となれ。叶う相手ではなかったか。みんな顔を上げよ。ここからは俺が采配を取る。親父殿の無念を晴らすぞ。道山様のご恩に報いねば。門を開き、城内の者を逃がすのだ。親父は死んだぞ。奴に味方していた者は命が惜しけりゃ今すぐ俺に下るがいい。今義達様に逆らっても無駄死にか。長さん様、みんなごめんなさい。よもやこれほどとは。諦めるのか。諦めると思うか。そうだ、お前もうつけだったな。やるか。ああ、よしたつ、よしたつ、貴様はこの明智十兵衛光秀が切り捨てる。明智殿は義立様に歯向かうおつもりか。ならば望み通り死ぬがいい。おお、助かりましたぞ。敵将切り伏せた。力及ばずか。なんと素晴らしき戦果よ。耐えきれん、引かせてもらう。立って伏せる。の全てで敵将切り伏せた。ここは引くほかあるまい。半兵衛、ざといお前がなぜ。ごめん光秀さん、僕がもっと悟ければいい方法を思いついたのかな。開門。物ども畳みかけろ。奴らを一人残らず打ち捨てちまえ。開門。行くせん。今は義達に恩を売っておいて損はあるまい。だごと踏みつぶしてやろうぞ。なぜ義元が。やむを得ん、撤退するぞ。とどまっては被害が増えるばかりだ。勝利条件変更。くしゅう、俺に従わなかったこと必ず後悔させてやる。誰もと幾度壊れようが貴様に捧げる忠はない。よ、義達様が引いちまった。俺らは一体どうすりゃいいんだ。俺が敵の目を引きつける。皆はその間に撤退を進めよ。ネズミ一匹逃しはせぬぞ。ハムシにくれてやる慈悲はない。怒らず叩く。よし、立つ。
吉本を呼び込んでいたと。今は無用な戦いは避けよあっちが何やら騒がしいな。敵襲か。急ぎ向かうぞ。天下無双、それほどの力が俺に。ここを抜ければ清洲も近い。皆気力を絞り歩を進めよ。家康、いいこと。おじさまの期待にしっかり応えるのよ。ああ、分かっている。俺の全てで。危うい。申し訳ありません。父、など私に生きろというの。俺はまだ強くなれる。行くせる。オナモトテ、立ちはだかるなら容赦はしない。私の獲物、発見ね。ここは非合かあるまい。許さないんだから。信長殿、道山様の思いに応えてくれたこと礼を言う。だが救うことはできなかった。親父殿の仇討ちはいずれ必ず俺が。信長殿、俺は国元へと帰ろうと思う。義辰の脅威から自領と民を守らねば。そうか、世話になったな。あ、では俺はこれで。待て、光秀、お前もやれ。こうか。よし、収めろ。これは誓いの証だ、男と男のな。生きろよ、光秀。信長殿、どうか達者で。なあ、またなあ。